はい、皆さんこんにちは、あきです。今回なんですが、 JBL のアクティブスピーカー GO3 購入したんでレビューしたいと思います。で、早速ですね、僕が持っている同じく JBL のスピーカー、クリップ3とフリップ5との音声比較テストしたいと思うんですが、簡単にスペック紹介いたします。で、まず価格が4380円 で寸法がですね、このようになっておりますね。はい。で、重量が約 209g で、Bluetooth のバージョンが 5.1。あと、バッテリーの充電時間が約 2.5 時間で、音楽再生時間が最大5時間となっております。ちなみに大きさなんですが、iPhone 11と比べるとですね、はい、このようになってますね。側面がこんな感じです。では、ただいまから音質比較テストしたいと思うんですけど、比較するスピーカーは、今画面に映っている左から GO3 とクリップ3とフリップ5ですね。はい。で、この3つのスピーカーの出力がですね、GO3 が 4.2W、クリップ3が 3.3W、フリップ5が 20W となっております。出力の値が高いほど大きい音が出せるようなんですが、今回、iPhone に Bluetooth 接続して音楽かけます。で、その時の音量が GO3 と CLIP3 は iPhone の音量0から10個上げた状態ですね。で、CLIP5 はこの0から10個上げてしまうとかなり大きい音になってしまうので、0から6個ほど音量を上げております。はい、では音質比較テストしたいと思います。次に GO3 と CLIP3、 この2つだけで音質比較テストしたいと思います。で、音量は先ほどと同じく iPhone の音量0から10上げに両方ともしております。 I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be trueWe can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying.If we are meant to be, it's divine.
では次に GO3 の防水性能と充電端子なんですが、防水性能が67相当とのこと で充電端子は USB-C ですね。で付属していたケーブルがですね、こちらが付属されていたケーブルで、片方が USB でもう片方が USB-C 端子となっております。では次に2種類以上の Bluetooth 接続の切り替えなんですが、もうこれすでにこの iPad と iPhone にですね、GO3 ペアリングしてますと。で今 iPhone 11につながってるんですが、この iPhone 11につながってる状態で iPad の Bluetooth 項目を開いて、でこの GO3 っていうところを押しても切り替わらないことを確認しました。なんでもし接続切り替えしたい場合は、一度 iPhone のこの同期させている GO3 を一度解除してから iPad の GO3 を接続して音楽をかける必要があります。まあ、今のところ僕はこんな感じでした。では次に携帯性なんですけど、こちらのクリップ3は名前の通りクリップがついてるんで、こんな感じでいろんなところにですねクリップすることできるんですけど、この GO3 もですね、ここに結構太い紐があるんで、ここにですね100均とかカラビナ買ってきて、こんな風にですねつけて、クリップ3みたくこういう風にクリップして持ち運びすることできます。あとはクリップ3だとこういう風に立たせることってできなかったんですけど、この GO3 はこういう風にですね置くことできるんで、結構気軽にどこでも持ってけたりするんじゃないかなって思います。はい、というわけで今回は JBL のポータブルスピーカー GO3 のレビューでございました。比較したクリップ3とは約 1W とほど出力が異なるんですけど、この両者比べたら、まあ、個人的にはこっちの方が低音がしっかり効いて好みでしたね。はい、でちなみに前作の GO2 の出力は 3W のようです。はい、本来であればこちらの GO3 を購入せずに、このクリップ3の次の製品クリップ4、こちらの製品を購入する予定だったんですけど、最近ですねクリップ3の調子が悪くて、おそらく僕結構落としたりしてるんで、まあ、それでなんかちょっと調子悪いなっていう感じがあったんで、今回は GO3 を買ってみました。でちなみにクリップ4はですね、もうアメリカで発売されてるようなんですね。はい、なんで、まあ、今回購入した GO3 が結構音も良かったんで、仮にクリップ4発売されても、まあ、購入せずにこれを大切に使おうかなって思います。はい、では今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは。